リッキー・スティム・ボート、リッキー・スティム・ボート、リッキー・ザ・ドラゴン・シチン・ボール、本名、リチャード・ヘンリー・ブラッド、1953年2月28日体は、アメリカ合衆国の元プロレスラー。ニューヨーク州ウェストポイント生まれ、フロリダ州タンパ出身。父親が、ポーランド系英国人、母親が、日本人、京都出身、高恋党という血統。ニックネームは、 ブルース・リーのイメージからザ・ドラゴン。日本では南海の黒表のキャッチコピーが付けられ全日本プロレスで活躍し人気を獲得した。ギミックの設定上、公式プロフィールでの出身地はハワイ州ホノルル。全日本プロレス中継では母国日本と紹介されたこともある。息子はリッキー・スティム・ボート・ジュニア。少年時代を過ごしたフロリダではレスリングで活躍。 ガニアのレスリングキャンプに参加後、1976年に、アワで、プロデビュー。ハワイ出身の名レスラー、サム・スティム・ボートの、老いという設定の元リッキー・スティム・ボートと改名し、デビュー後ほどなくして、フロリダやジョージアを経て、ジム・クロケット・ジュニアの運営するんィミッド・アトランティック地区に移籍。端正な顔立ちと鍛え上げられた肉体を持つ、アイドル系のベビーフェイスとして、 生涯のライバルとなる、ディック・フレアや、ジミー・スヌーからと構想を繰り広げた。同じアイドル系のジェイ・アング・ブラッドとのコンビでも、活躍し、レイ・スティーブンス&、グレック・バレンタインなどのチームを破り同地区認定の、ウィ世界タッグ王座を再三にわたって獲得した。1980年11月に初来日し、ディック・スレーターと組んで、世界最強タッグ決定リーグ戦に出場。 開幕戦で、アブドー・ラザ・ブッチャーキラー,トーアカマタと熱戦を演じた。以降も全日本の常連外国人として活躍し、ミルマス・カラスやジャンボ・ツルタラとの交試合を通して、日本でも人気を得る。入場テーマ曲には、YMO のライディーンが使われていた。1982年には、ヤング・ブラッドとのコンビで、世界最強タッグ決定リーグ戦に出場、ブルーザー・ブロディ スタン・ハンセンのミラクル・パワーコンビとの初戦では、その体格差から圧倒的不倫が囁かれながらも、五角以上の戦いで名勝負を演じ、後年まで語り草となった。また、1984年には、デビッド・フォン・エリック級生により、空位となった UN ヘビー級王者定戦に、エントリーされ、天竜・源一郎と王座を争った。1985年に、WWF に移籍。 ザ・ドラゴンのニックネームを与えられ、ジェイク・ロバーツ、ドン・ムラコ、ランディ・サベージらと構想を展開する。1987年3月29日、レッスルマニア e でランディ・サベージを下し、WWF インターコンチネンタルヘビー級王座を獲得。この試合はプロレース史に残る名勝負として名高い。スティムボートの大ファンだったクリス・ジェリコはこの時の試合を見て、 プロレスラーを志すようになったと語っている。1988年春に WWF を脱退後、家族と過ごす時間が欲しいとの理由から一旦引退が発表されたが、翌1989年1月21日にフレアと対戦するために WCW で現役復帰。同年2月20日、シカゴでフレアを破り第73代ウィ。 世界ヘビー級王者となる。世界王者として全日本プロレスへも来日を果たし、二代目、タイガーマスク、三沢光春相手に防衛戦を行い勝利してい、全日本での最後の思い戦となった。同年5月7日、全王者に敗れて、王座転落。このフレアーとのタイトルマッチ3連戦、第2戦は4月2日に行われ、スティームボートの王座、防衛も、いずれも、名勝負として、 プロレス史に刻まれている。大座陥落語は、1990年9月に、新日本プロレスに、初参戦。横浜アリーナで、グレート、ムッタと対戦している。この時の入場テーマ曲には、YMO の、東風、トングポーが使われていた。1991年3月、WWF に再登場。ニックネームのドラゴンそのままのコスチュームで、 皮膚きパフォーマンスを行ったが、観客の反応は、今一つだった。かつてのライバルの一人、ディックルードは、元 n の W 世界王者にあんな真似をさせるなんてと、当時の WWF を非難していた。同年11月からは、再び、WCW に参戦、主にに来たコロフや、シェンダグラスとのタッグで活動する。しかし、1994年、 スタニング・スティーブ・オースチンとの交想中に腰を負傷。この怪我が原因となり、同年に現役を引退した。引退後は、自宅のあるロースカロライナ州シャーロットでジムを経営していたが、2002年から裏方としてプロレス界に復帰。ティネ・ローヘテて2005年から WWE ・ RAW チームのロードエージェトとして活動している。日本工業に同行した際には、 リング上で往年のチョップ攻撃を披露することもある。2008年4月、フレアーの引退セレモニーに登場。2009年には、WWE 電動に迎えられ、インダクターはフレアーが務めた。電動入りが発表された後の RAW で、クリス・ジェリコの襲撃を受け、フレアー、スヌーカ、ロディ・バイパーらレジェンドと共にジェリコとの交想を開始。レスルマニア25では、スヌーカ、 パイパー、セコンドにフレアーと組ジェリコと1対3のエリミネーションマッチで久々に試合に登場。試合には、敗れたもののコーナーポストからのチョップやクロスボディを放つなど、56歳とは思えぬ現役時代さながらのファイトを見せた。翌日の RAW でもスペシャル10人タッグマッチで RAW のメンバーとして登場した。なお、 レッスルマニア25でタッグを組んだスヌーカー、パイパー、そしてスティームボートの3人は共にレッスルマニア第1回大会の出場者でもあり、25回記念大会に花を添えた。日本にも2009年7月7日と7月8日のスマックダウン &ECW ライブ日本武道館大会に登場し、8日にはレッスルマニアリーマッチとしてジェリコと対戦。 前日特別レフェリーを務めた、ジェリコ VS レイミステリオ戦後に、ジェリコに暴行された因縁もあり、序盤は、猛ラッシュを見せたが、スタミナに勝るジェリコにギブアップ負けを喫した。しかし、ジェリコのウォールズ・オブ・ジェリコを一度与え、レッスルマニアでも見せた年齢を感じさせない、空中技や、ロープワークを見せた。引退後も、更新の指導の一環で、ハウスショーでは、テストマッチとして、 若手相手に試合を行っているドリュー・マッキンタイヤは長くテストマッチを受けていた。2017年3月31日にはフロリダ州オーランドのアムウェイセンターで開催された WWE 殿堂の式典においてリック・ルードの殿堂入りのインパクターを担当した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。